岐阜かかみが原航空宇宙博物館は岐阜県かかみが原市にある博物館。国産の航空機や実験機、航空関連資料、さらに宇宙開発関連資料などを収集、展示するとともに体験的な学びの機会を提供する。周辺には現存する日本最古の飛行場で航空自衛隊の飛行開発実験団が所在している岐阜基地や日本では 数少ない航空機製造工場である川崎重工業岐阜工場が基地の反対側にあり飛行機の町、鏡ヶ原の中心となっている。1996年3月23日に鏡が原航空宇宙博物館として開館した宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道39の作者である松本霊児が名誉館長を務めている。二千五年四月より 科学関連資料の展示を充実を図り、鏡が原航空宇宙科学博物館に解消した。2016年から建物増築による展示スペースの増床、展示レイアウト大幅、変更、被縁などの展示物を増やすなどの全面的なリニューアルを行うため一時閉館となり、鏡が原飛行場開設100年にあたる2017年度にリニューアルオープン3月24日オープン。 リニューアル後は、かかみが原市と岐阜県の共同所有、共同運営となり、名称も、岐阜かかみが原航空宇宙博物館に変更され、愛称は、空中博となる。また、本館閉館の期間中は収蔵庫を限定公開し、以後は完全閉館となってのリニューアル。約49億円をかけたリニューアルで、展示面積は9400平方メートルと従来の1.7倍に、 なった。世界で唯一、戦時中の姿を留める、旧陸軍三式戦闘機、飛燕の機体などが展示されている。屋外展示の機体の特徴屋外展示の機体は、それぞれ数年から10年おきに塗り直しを行っている。実際に展示している、屋外展示の機体屋外展示の、ギャラリー屋内展示の機体の特徴を屋内展示の、機体は、 屋外展示よりも多数の機体を展示している。実際に展示している、屋内展示の機体過去に展示していた、屋内展示の機体屋内展示のギャラリー。ありがとうございます。